どうも皆さん、おはこんばんにちは。オトジャです。アリジャです。オトイチでございます。モンスターハンターワールド発売おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、左からアニジャ、オトジャ。オトジャも顔見え、こっち後ろ向いちゃうんだね、これね。後ろ向いちゃう、あ、だ前を向い、後ろ向いて前を向くんじゃないの。後ろ向いて前を向くってすごい難しいことだよね。それで後ろ向いちゃうから、こうコーディネート見せるまま前を向くっていう。一回押せばいいによ。すごい見切れてますけど大丈夫です。あー大丈夫、俺が動かした。見切れてます、見切れてるんですか。あーいいですね、いいですね。はい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 。ということで、アニジャはなんかね、違うゲームで見たことあるような顔、ちょっと腹立つような顔しますけどね。誰それ誰が腹立つ顔や。何二人ともちょっとかっこよく鎧まとってんの。いや、これ、ついてたから。あっそう、いい、俺はちょっと現地装備で。もう私は顔、ちょっとやばいっすね。すごい顔色悪い人みたいになってますけど。ああやばいと思うよ、はい。じゃあ、早速やっていきますか。基本的に、はい、マルチをみんな同じクエストやるためには、そこまでこうソロでね、また進んでないとっていうあれみたいですね。なので、はい、まあ、今回まあ一度我々は倒したことあるんですけど、はい、ベータの時にいたかいないかは分からん、なんかレアでいたとかいう話を聞きますけど、クルルヤック、ああプケプケじゃなかったわ、全然ベータの時はいたかな、分かんないけど、クルルヤックを、ああ討伐しに行きたいと思います。了解。おーい、はーい、受けてくださいな。クエスト受注、クエストに受けました。参加フリー、フリー、どれ、これだね。どっちやねん、来た。一番最初、初期の方で行こうか。はい、1800ゼニー。みんな飯食ってこぜ。よいしょ。エイブルアクション、まあおなじみですね。おなじみですね。何にしようかな、飯。し飯下から出てくるだけ、おすすめ言うな。定食、攻撃力アップ、気まぐれ定食。いや、随分と綺麗になったもんね。そうですね。オッケー、ウェイ。あ、スープ美味しそうだな。オッケー、準備完了にして鍋の蓋が、ふぅ、スタミナアップ、体力アップ、攻撃力アップ。オッケー、準備オッケー。はい、準備オッケー。出発、参ろうぞ。うわぁ、そっから上に行くのかなっていう。もうちょっとなんかこう、なんだろうね、出発点があってみたいな。出発点でも確かね、レディーでそれで行くと上から飛んでいくから結局ね結局上から来て上に行く、はい、で、ステージをね、キャンプ地みたいのいろいろ設定できてね、そこからスタートみたいなのができるので、はいはい、場所を変えてモンスターによってはバラバラに行った方が見つけやすいっていうのがあるね。はい、ということで各自してあるんでね、敵見つけたりしたら、はい、頑張って、自分でこうアピールして視点変えてもらって自分の視点をこう見ていただきたいということで、こうアニジャオツイさんね、頑張って、私もそうなんですけど、はい、活躍していくとこを見せていってくださいね。あ、そういう感じなんです ねそういう感じですよ、今回モンスターハンター。お肉焼こうかな、その辺で最初焼きしとこう。ちょっとここでもう私肉焼きでこう画面を、いや邪魔だわ。てん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 、あちゃっ、上手に焼けました。ふいっ、あ、焦げてるよね。もう引くボタンを間違えたな。うん、ちょっと短くなりましたね、そうね、肉焼く時の時間、一小節分ぐらいがちょっとなくなったみたいな。蜂蜜マックス取れね。いろいろね、サイドクエストってわけじゃないけど、はい、バウンティーとかでね、蜂蜜たくさん取るとか、はい、そうすると鎧玉っていう防具を強化できる石が手に入るってね。うん、ほほー、報酬で。あれ、クルルヤックどこにいる、奥かな。おいしょ、おいしょ、どこだろう、おいしょ。もうなんか掘ってる音がする。あー、誰だおい。いや、もう私は効率中なんでね、うん、どんどん効率中とか始めた。いや、でも俺も欲しい、どこ掘れる場所を知りたいんだよね。掘れる場所はね、最初のとこになんかあった、あるあるある。あとね、隠しでよくあったりする。へぇ、これだ、ここいる。ほっ、本当だ。光だ。光ゴール。ホル。あ、なんだ。ういうい。
うい、やるならアンジャオ、あるな、やるならアンジャオ、かて、いってぇ、いってぇ、邪魔するんじゃねえ、おるら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 、二人とも何やるら、そちらさん何使ってんの。俺、間違ってなければスラッシュアックス。あチャージアックスと、そう、スラッシュアックスがね、どっちかっていう、時々混乱するんだけど、私はもう今回このド派手な戦い方ができるので、はい、スラッシュアックスでいこうかなと、初めは。アンジャーが双剣だっけ。俺今ね、ハンマー持ってる。あ、ハンマーにしたのね。な、誰の骨かわからないの背負ってるよ、この人。私は弓ですね、相変わらずね。どこにあとは鉱石あんだろう、あるんだろう。鉱石は、その奥抜けて、蜘蛛の巣2つ取って、外に出て、右側。なんでもうそんなのもう把握してるの、君はすごいね。もうルートエルマンを押すと、あ、右下3番のとこ、あ、こっちの奥に3番に出てくるところまでのところに、クモの巣が2つあるところがある。あるね、こっちで合ってんのかな。で、クモの巣も大事だから、ネット作るときとか。山田、あー、なんだ、フルリアックの足跡あるじゃないか。あ、モンサイの誘導開始。あれ、いた、いたっぽいけど、ごめんね、俺、鉱石の方が大事だから。おうおう、君の視点ちゃんと残ってるんだからね。おい、むしる。お、やった。なんだ、ライトクリスタルだ。よくないね、そういうのは。ちょっとそっち行くわ。レア石、あいつ、よいしょ。まあ、あれですね、本当にステージのロードがなくなったから。めちゃくちゃ快適だね。あれ、どこにいるの。いますよ。あ、3番、こっち。スタミナライチューを食べて、黒薬発見。オッケー。じゃあ、まあ、倒しておいていただければ全然。うん、我々ね、うん、どこに鉱石あるんじゃ。これだ、これだ。あと海沿いにもあるよ。ほれ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 、やつが掘る前にほれ。まあ、始めるよね。鉱石しか出なかった。許されない。この下ってことかい。あれか、ハテナマークついてるとこがそうなのか。うん、多分降りられない。こっちだ。ハテナマークついてるのはなんか、ハテナマークだけど竜骨塚とか、ハテナマークだけど鉱脈とか。おーん、ウェーイ、滑れるー、トー、追いかけてます。この辺、この辺、あー違う、骨塚だ。この野郎逃げんじゃない。ちょ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 、遅い、あんじゃ遅いんだ。アンジャガン背負ってるのはお前らの俺だぞ。どういうことやねん。よし、やばい。あおるげー。あー食らってるね。いいですね、多分今おつゆさんの視点になってると思うんで、ね、頑張っていただこう。次はどこ。あ、なに、ちょっと何もないよ。なんか音するぞ、そっちから。どこに、あ、そんなとこに。急に、よいしょ。お、マカライトゲット。あとね、大地の結晶欲しいんだよね。そうなんだ、俺も欲しいんだ。へいへいへい。あ、なんか持ってる、なんか持ってる。ケストドン、ケストドン、ケストドン、押す、いてくさいった。やれやれ、おかしいだろ。ていうか、あれだね、要は、ほいほい、雑魚的って言っちゃあれだけど、雑魚モンスターたちの位置もしっかり同期されてますね。そうだね、これは素晴らしい。今までなかった。そうね、どっかにキノコねえかな。君たち何そろそろ来てくんねえかな。早く倒してよ。あはもうそれぐらいね。まあ全部ハイで俺のもんだよな。ハンター試験だよ、ハンター試験中だから。まあいいですけど、僕の視点が増えるだけなんで。うん、しょうがねえ、そろそろ行ってやるか。キノコあったよ、兄者。え、青キノコって。どこ。あのマップにさ、青色のキノコのマークみたいな、青キノコのマークがあると、そこにあるよ。スタミナ管理が相変わらず難しいよね。まあ基本的に移動してるときね、丸ボタン連打してると色々取れるから、ちょっと楽しいけどね。そういうことか。こっちか。キノコ、キノコ、逃げんな、この野郎。キノコ大事、逃がさねってばよ。泥だけ、よいしょ。俺だけなんか多分全然違うところに行こうとしてるの。あれ、導いてくれるはずだから、道中が。ならよいしょ。オッケー。
ほっかけが邪魔。今向かってるぜ。はいよ。あー、合ってるね、確かに。やべえ、アンジャの方が早いぞ。おかしいな。お、なんじゃこれ。モノスじゃ。モノスはね、罠が作れるから。どこ？ねえ。さあ、お待たせしたな。行くぜ。早速岩持ってっけどな。やばい、危ない。怒ってんじゃ。おい、投げるな、そういうの。おいてぇ。おあ、いてぇ。上登れなかった。よっしゃ。おっ、取れない。はい、じゃあ行け。うぃ、乗った。うぃ、頭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 。うん、よし、竜の石。ふっ、ちょっ、ちっちゃいからな、貫通が。よし、いいぞ。だいぶ今のでひよってんだな。オッケー。よしよしよし。おう、いいね、倒れたよ。竜の石。おお、うん、はい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 。よいしょ、よーら。はいはい、いお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 い、いてー。ほっと、はいはいはい、いいよいいよ、はいはい、スタミナが切れてるよ。はい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 、乗った。はいはいはい、あ、いいね。はいはい、よいしょ。はい、背中治療。はい、いいいい、どうすか、ここら辺ですか。よいしょ。あ、お客さん凝ってますね。ふって、よいしょ、もう少しです。行きまーす。針なのか、針の針治療みたいなもんなのか。おら、ほっ、ほら、頭治療。すごいことになってる。ドカーン。ピョってる、ピョってる、ピョってるよ。へいへい、はい、ナイスだ。ターゲット達成。メンバーを維持してキャンプに戻る。あ、そんなことができるんだね。離脱してとか、あ、いろいろ変えられるんだね、うん、そのまんまのデフォルトの状態でいいんじゃないか。はい、ハゲハゲ、行くだが。あ、はいはい、登録してあるやつの材料、素材が集まるとそれが分かるわけね。あー、分かりやすいですね。今までこう、あれいくつ取ったっけみたいな感じじゃないんだ。 V 破壊も段階的になったんだね。どんどん V 破壊されていくみたいな。よし、まずはね、手始めにということで、サクッとね、クルルヤックやりましたけど、どうですか、モンスターハンターワールド。まあ、ロードがないのは本当いいですね。あとね、綺麗綺麗だね。俺個人的なシーンは、まあ、あのダブルクロスだったっけな、その、はいはい、あたりから確かにスラッシュアックスも派手だったけど、相手にくっついてこう打ち込みながら爆発させるっていうのがね、結構気持ちいいんですよ。あれ派手だね、確かに。気持ちよさそう。そうで、数字出るのがね、なかなか慣れなかったのはあるんですけど、ダメージ数字というか、確かに数値が、あのね、頭に刺すとね、すごい勢いで出るから、気持ちいいっちゃ気持ちいいんですよ。さあ、星をゲットして、今回はとりあえず早いですけどここまでということで、はい、だんだんね、いろんな新しいモンスターと戦っていきたいと思います。お楽しみに。ほんじゃ、またな。またな、またね。